振り切ります。エンクンク左から上がっていきます。グリーズマン早いですね。プレスがブルーノ・フェルナンデス、テオ・エルナンデス奪いに行きます。テオ・エルナンデスからルンメニゲ、ルンメニゲ、エンクンク、グリーズマンが受ける。ブルーノ・フェルナンデス、モドリッチからアーチのようなパス、オフサイドです。そのチャンスを大事にしたいところですね。特にカウンターのチャンスを逃さないようにしたいですよね。浮かせてきます。このスルーパス、クリア。このピンチをなんとか出します。ムバッペ、このディフェンス、ウンメニゲーのボール、入るか、フリーで受けた、モドリッチ、セカンドボール拾いたい。これ仕掛けるか、ここはすぐ奪い返します。マルキーニョス、ムバッペからマルティネス、これはファールではありませんでした。裏を狙う、ボールでしょう。裏へ届くか、チャンス、これも旗が、カイル・ウォーカー、このボールをカットします。ブルーノ・フェルナンデス、スペースへ、さあ来たか、フラッグは上がっていません。クロス低い、直接行ってしまいました。シュマイケルからルンメニゲ、カイル・ウォーカー、スペースを使う、デリフト、流れを止めます。バルセロナカウンターを仕掛けます。ライカールとカットに行きます。長いボールを入れます。オフサイドですか、返します。さあカウンターだ、カイル・ウォーカーへ、グイダンド、シュート、うわ、曲がる、ここで笛です。1対0、バイエルン1点を争う好ゲームを見せましたが敗れてしまいました。結局今夜の現地ですが天候は晴れ、コンディション良好の中迎えるゲームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さん。さてピッチにはメッシが立っていますが、やはりあのドリブル見せてほしいですよね。そうですね、あの切れ味鋭いドリブルは分かっていても止められないんですよね。はい、まだ記憶に新しい2022年の国際大会ですが、準決勝のクロアチア戦で見せたあのドリブルからのアシストも最高でしたよね。相手のディフェンダーも素晴らしい選手なんですけどもね、はい、体格の差をものともしない緩急のついたドリブルでしたよね。はい、先制点の PK とこのドリブルからのアシストで勝利に大きく貢献、チームはファイナルへの切符を手に入れることになるんですよね。さあこのゲームではどんなドリブルを見せてくれるのでしょうか。富安、ここは抜かせません。コスタクルタ、裏へのスルーパス、フリーで受けた、シュート、おっと、もう一度、来た、
先制。ムバッペ、ここはいい位置に詰めていました。セカンドボールによく反応できましたよね。あらかじめ予想しておかないと。まあ序盤で相手に流れを作らせしまうと厳しくなりますからね、はい、自分たちのペースに持っていけるように積極的にチャレンジするのもいいんじゃないでしょうかね。まず立ち上がりを迎えます。スペースへ、いいボールだ。ここは奪います。ここから打った、止めた、こぼれた。ボールを追います。ハンガリースルーパスを狙うと呼んでいた。危ない。さあ前半ここまでは両チームともに0対0のスコアです。フレンキー・デヨング、ここは対応します。このマッチアップどうなる。ムシアラからのボールを守備陣対応しました。キーパーからロングボール、スルーパス、トッティ、カウンターですよ。エジミウソン、このボールをカットします。ムシアラからクライフ、撫でるようなボールタッチ。クライフ、フェイントでしっかり相手を抜いてましたからね。自分でも自信があったと思うんですけどもね。最後惜しかったですね。シュート、ゴール、栃木 SC、 栃木先制。シュート、セカンド拾えるか、どうだ、クロス、いやー合わないか。フレンキー・デヨング、前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。前半から得点が動いています。ここは間合いを取る。おっと、足元大事に行きます。ファンダイ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ムシアラ、マッチアップなし。ミドル、エデルソン、いやー北澤さん、これはいいセーブでしたね。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。ここでのパスは危ない。メッシ、ここでマッチアップ、シュート、いい反応。いやー今のは高い位置で奪われてやられてしまいました。そうですね、あの位置でカットできる集中力の高さですよね。それを確実に決めてくる決定力の高さ、これも見事でしたよね。さあ栃木、さらに1点を追加し2対0としています。栃木としては 2-0 になったことで余裕を持ってプレーできますよね。ただ一つ失点すると流れも変わってしまうので守備は引き締めていきたいですよね。はい、ムシアラからルンメニゲ、
スタ来るか。ブルーノ・フェルナンデス、ベリンガム、おっといいボールですよ。抜けてくるシュート、ベリンガム早いですよ。抜けてくる、ここはすぐ奪い返します。さあこぼれた、自分で行く、ファーサイド、ヘデルソンしっかりと抑えました。ここで笛で